日本神奈川県横浜市青葉区奈良城奈良町は神奈川県横浜市青葉区の町名。東京都町田市及び川崎市浅尾区岡上に隣接している町名の設定のない単独町名である。住居表示は未知市。現在の住吉台の一部、緑山、奈良一町目から五町目及び奈良町はかつての続き軍奈良村である。子供の国などがあり。 市内では有数の緑多い地域。白鷺や、超原坊、野生のホタルも観察できるが、近年では、宅地開発が進行している。一方で、町の中心である、奈良北団地を中心に、少子高齢化も進行している。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、奈良町あざベッツイタに2415番36、 の地点で15万5千円平方メートルとなっている。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は、 以下の通りである。他に、町域以外だがバスあるいは徒歩で、小田急電鉄小田原線や、JR 東日本横浜線、東急電鉄田園都市線の駅を利用可能。奈良北団地やその周辺からは、峠越えのような道のりではあるが、小田急線玉川学園前駅が近い。市営バス43系統は、平成18年3月16日より、 市営バス118系統は平成19年3月16日より運行事業者が共に東急バスへ変更された。なお、それ以前にも青葉台駅などから東急バスが運行されていたが、奈良町行きと緑山巡環線のみで奈良北団地方面には乗り入れていなかった。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。奈良北地建設後の年から、 奈良小学校下に奈良町交番があったが、子供の国駅周辺地区の開発の進展と駅利用者の増加を受け、2014年3月14日に子供の国駅前に子供の国駅前交番として移転した。ありがとうございます。